安田雅史と的場浩司のセカンドベース。こんばんは、安田雅史です。的場浩司です。この番組は我々若手俳優安田雅史と的場浩司がお送りしてまいります。さて、まず先月の台風による被害に受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。この度の台風は各地に甚大な被害をもたらし、今もなお復旧に向けて関係各所にてご尽力中です。被害に遭われた方々へは謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。もし被災された方で僕らの番組を聞きの方がいらっしゃいましたら、この時間だけでも少しリラックスしてお聞きいただきましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この番組タイトルセカンドベースですが、まあ、これは僕が野球部出身だからというわけではなく、まあ、2人とも俳優として次セカンドの土台ベースになるようにという思いで番組プロデューサーさんにつけていただきました。そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いしておきます。それではまずは僕安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球漬けの毎日でしたが、まあ、現在は役者として活動しており、エキストラやたまにお役をいただいて、短編映画などにも出演させていただいております。いつか、幼い頃からずっと頑張ってきた野球に関わる作品に出演するという夢を持って頑張っております。そしてですね、この秋ですね、ブルガリアのソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベントアニベンチャーコミックコン2019において、まあ、僕安田雅史が出演させていただいた映画22世紀グーアが世界初上映ということで、非常に多数のヨーロッパのお客様にご覧いただきました。まあ、そんな22世紀グーアの予告編がですね、まあ、YouTube で公開中ですので、まあ、ぜひご一度ですね、ご覧いただければ嬉しいです。改めましてこんばんは、俳優の的場浩司と申します。山形県酒田市出身の22歳、現在昭和音楽大学ミュージカル科に在学しながら、ドラマや映画の現場でエキストラやスタンドインなどで参加させていただいておりますとともに、映像演技のワークショップなどでも勉強しております。親からいただいた高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って頑張っていこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーは MJ50 のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして、まあ、指定する目的駅との駅数が必ず往復ジャスト50にして、まあ、田端まで帰ってくるというものです。まあ、ちなみにちょうど50駅にするために、まあ、行きと帰りのルートは、若干ですが、意図的に変えることにしております。今回はですね、茨城県のひたちなか市にある阿字ヶ浦に行ってまいりました。はい、この阿字ヶ浦駅の、概要を少し、説明したいと思います。1928年昭和3年の7月7日に開業いたしました。はい、まあ、当時はですね、港鉄道という、鉄道会社の所属駅でした。まあ、この港鉄道の港はですね、まあ、山水に、まあ、奏でると書いて、まあ、港と呼びます。そして1944年昭和19年8月1日に茨城交通の駅となります。そして2008年平成20年ですねの4月1日に茨城交通が港線をひたちなか海浜鉄道に、まあ、移管しました。まあ、ひたちなかそのため、まあ、ひたちなか海浜鉄道の駅となります。そして、2017年度の、まあ、1日の平均乗車人員は79人だそうです。79人。はい、はい、79人なんですよ。僕が住んでる駅、僕の地元の駅は酒田駅っていうんですけれども、うん、そこでもまだ1100人ぐらいは乗ってるので、79人ってかなり少ないな。かなり少ないよね。印象ですね。はい。もう俺は、はい、なんだろうな、本当の最寄り駅は有機駅っていう、はい、東有機駅っていう駅なんだけど、はい、まあ、無人駅、ここの阿字ヶ浦駅と同じで、無人駅なんだけど、はい、その無人駅だから、そのやっぱ
本数も少ないから、うん、はい、実際に使ってたのは自転車で40分以上かけて違う駅まで、大きな駅まで行ってたね。そこを使わず、そう、あ、なるほど。じゃないとあの朝練に間に合わないみたいなっていうことがありますね。そうなんですね。はい、ちょっと話がそれましたが、はい、戻しますと今回のルート説明に行きたいと思います。まず行きですね。行きは京浜東北線に乗りまして田端駅から上野駅まで行きます。ここで4駅です。そして特急日立号に乗り換えまして、まあ、上野駅から勝田駅まで行きます、はい、ここで2駅です。そしてひたちなか海浜鉄道の港線に、乗り換えまして勝田駅から目的駅の安治ヶ浦駅に行きます。ここで9駅、はい、合計いたしますと15駅と行きはなっております。そしてその残り35駅ですが、まあ、帰りのルートになりますと、まあ、行きと同じなんですがひたちなか海浜鉄道の港線に乗りまして、はい、安治ヶ浦駅からここも勝田駅まで行きます、はい、ここで9駅です、はい、そうしましたら JR 常磐線に乗り換えまして勝田駅から日暮里駅まで行きます、うん、ここで24駅ですね。でそこから京浜東北線に乗り換えまして日暮里駅から田端駅でここで2駅合計しますと35駅ということで、まあ、ジャスト50駅で帰ってくることができました、まあ、今回ですね、はい、このなぜこの安治ヶ浦駅に行こうかという理由をちょっと説明していなかったんですりますけど、はいはい、まあ、電車で、国営の日立海浜公園にちょっと行ってみたかったんですね、はい、僕車とかでは行ったことはあるんですけれども、はいはい、まあ、しかもですねちょうどあこの日に行こうかなと思ってた日がこの国営のこの日立海浜公園が、はい、あの無料日だったね。うーん、そうでなおさら行くべきかなと思って本当は通常だと、はい、まあ、一般大人、まあ、高校生以上ですね、はい、ですと450円で、まあ、シルバー、はいはいはい、65歳以上だと210円、まあ、2日投資券になりますと大人が500円のシルバーが250円、うん、はい、で団体は大人が290円で投資券が350円、まあ、シルバーは変化ないんですけれども、で中人、まあ、この中学生以下ですね、はい、は無料となっているんですけれども、このあの日立海浜公園では、はいはい、で他にもですねこの日立海浜公園では、まあ、年間パスポートや、まあ、施設内で利用する、まあ、レンタルサイクルや乗り物などもあって、まあ、いろいろお金は使う場所はあるんですけども、はい、この今回あの入場料が無料だったので、あ、じゃあ今回ちょっとこれ行くしかねえなと思って、すごいですね。そうそう、ちょうどその日がちょうどその日が本当にいやーこれは行くしかないと思って行ってみたかった場所だしと思って、はい、なので今回この駅に行くことを、まあ、しましたね、はい、行ってみた感想なんですけれども、まあ、駅は無人駅なので、まあ、人もやはりまばらでしたね、うん、リサーチによりますとその近くに、海水浴場があるんですけれども、はい、まあ、夏のシーズンとかですと結構人が、訪れるらしくて、あれなんですけど、まあ、もう秋もう10月11月行った時10月なんですけども、はい、もうさすがに海入る人は少ないですから、うん、まあ、もうまばらでしたね。そうですね、で、まあ、この時期は、はい、あと改修もされており、まあ、そこまであの古さを感じる駅ではなかったなという感じでしたね、まあ、でもあと先ほど言った通り安治ヶ浦海浜海水浴場とすぐ近くに、はい、まあ、今回ちょっと行ってみたかった理由にも挙げさせていただいたんですが、はい、まあ、国営の日立海浜公園があります。そしてこの国営の日立海浜公園で、まあ、この行った時は、まあ、コスモスなどの花が咲いていて、はい、まあ、家族連れや、まあ、カップルがすごく多かったっていう印象ですかね、まあ、以上今回この、感想にしますけど、はい、行ったことある海浜？いや僕はないですね。結構広いからね、ぜひね行ってみて、あのね、うん、カップルでも子供連れでも何でもいいから一人でも、ね、全然楽しめる場所だから、はい、いいと思うけど、あ、花が綺麗だね。あ、うん、まあ、今回はコスモス、コスモスがすごい綺麗で、はい、あ、写真すごいパシャパシャ撮っちゃった、自分が一人いたあ、これ多分笑われてるかなって一瞬思っちゃったけどいやいやいや、でも本当に一人でも全然楽しめる場所なんで、はいはい、もし甲子君興味があったら行かせていただきたいです、ね、はい、以上今月の MJ15 のコーナーでした。改めまして今お聞きの放送セカンドベース担当は安田雅史と的場講師でお送りしております。さて続いてのコーナーは甲子くんが毎月見てきた舞台についてリポートしてくれるコーナー、はい、題して今月のプレイリポート。では
甲子君お願いします。はい、今回はですね、はい、10月1日に東京都は下北沢にあります本田劇場において上映されていたトムプロジェクトプロデュース風間森夫一人芝居を観劇してまいりました。出演者はですね、風間森夫さん、作演出は水谷隆二さん。今回は2014年に初演を迎えた正義の味方という演目と、2017年に初演を迎えたピース、そして新作、今回新作のあの時代という3作品をこう一挙上映されるという公演でした。はい、戦争を語り継ぐ団塊の世代という戦争からの平和をテーマに掲げた一人芝居の作品となっております。僕がこの作品を見て本当に感じたのはですね、はい、もう一言で言うとやっぱりパワーがものすごいなと思いまして、その一人芝居っていう公演を拝見したのは今回初めてなんですけれども、はい、風間さんはですね、今回、今年70歳を迎えまして、うん、今回一人芝居をその始めてから約22年目になるということで、本当にその本当にパワーというか、もうその人間ってここまでパワーが出せるんだっていうぐらいのそのなんかこう演技以上にこう圧倒される部分が ありましたね。あとこう一人芝居っていうところで僕が本当に自分の感覚で申し訳ないんですけれども、こう、うん、一人だけの空間を生み出す作り出すっていうもの、うん、ちょっと説明が難しいんですけれども、うん、こうあまり誰かと一緒の空間っていうよりも一人だけの空間を自分で演じてるっていう感覚だったんですよね、うん、今までこう一人芝居って。でも今回こう見させていただいたら逆に、うん、こう逆に一人でもこうまるでこう多くの人、うん、こう日常の中に多くの人が行き交 こう日常の空間をこう自分の表情とかこうなんそのパフォーマンスで作り出すと言いますか、うん、無意識こちらがこう見てる方が無意識にそこに誰か本当にそういった性格の人がいるんじゃないかっていう、こう本当にセリフ回しと言いますか、そういったものが本当になんかこう異次元な感覚がありましたね。本当にその凄さっていうのを感じさせていただきました。はい、で先ほども申し上げたんですけども、その70歳を超えたということで、でも今回の舞台、うん、約3時間あるんですよ、うん、約その3公演プラス3公演とあと、休憩で約3時間ぐらいなんですけれども、うん、その3時間をこう1人で作り上げる、うん、まあもともとその裏方として関わっている方はもちろん多くいらっしゃるんですけれども、うん、もっともっとこう1人でその圧力というか、まあ、さっきからちょっと同じことを言ってるかもしれない本当にインパクトがすごいなって、うん、力がすごいなって思いましたね。あとですね、そのパンフレットを拝見させていただきまして、そのここまでその22年間ずっと続けてきた、うん、その根源といいますか、うん、力の源って何かっていうと、うん、意地と見栄が僕を作ってきたっておっしゃっておりまして、うん、そのやっぱり最初の1年目やっぱ普通の方ってあるじゃないですか、僕もいろんな舞台で1年目ってあると思うんですけど、うん、やっぱり最初の頃っていろいろ葛藤してトライアンドエラー試行錯誤しながらやってるんですけど、そういったところを得てその姿があるって考えると、うん、なんでしょうね、うん、やっぱ諦めないことってすごい大切だなっていうのを感じました。なるほどね、はい、であと内容にちょっと話が変わって申し訳ないんですけど、この内容に関して言わせていただくと、うん、その登場人物がその3作品の中でいらっしゃるんですけれども、うん、その1人目のこの正義の味方っていう作品では、うん、95歳の男性を演じていらっしゃるんですよね。おーすごいね。そうなんですよ、その95歳の男性を演じていらっしゃって、他の作品ではだいたい30歳とか40歳ぐらいの年代のを演じていらっしゃるんですよ、うん、その役柄として確かに違うのは分かるんですけども、なんかその役柄なんですけど、その年齢でまさこういう人って本当にいるんだろうなっていう、そのなんていうの、本当に別人に感じる、ある意味本当にその演技でというよりも本当になん
なんかこう溢れ出す個性が全然違って見えるっていうのがやっぱすごいなって思いました。その不思議にも感じましたね。はい、僕もぜひね、この本当にあの初めて見ることが大切だと今回の公演見て思ったので、いつかこう一人芝居に挑戦させていただこうとこう決めました。本当に心に決めた。心に決めたというか、まあはい、やってみたいなと思いました。挑戦はね、はい、いいことだからね。はい、でまだこう全国でまだまだこう公演が続いておりますので、うん、ぜひこうリスナーの皆様もぜひ機会がありましたら、この機会、足を運んでみてもらえたら嬉しいと思います。はい、以上、今月のプレイリポートのコーナーでした。もっけだのを山形のコーナー、このコーナータイトルにつけていただいた、もっけだのをは山形の方言でありがとうという意味でして、はい、標準語に直すとありがとう山形ということで、はい、僕のふるさと山形の魅力をご紹介させていただくコーナーとなっております。はい、お願いします。今回はですね、山形県の祭りについてご紹介させていただきたいと思います。はい、ただですね、こう山形県の祭りを全部、取り上げさせていただきますとちょっとさすがに時間がないなということを分かりますので、はい、これからの季節冬に、開催される、魅力ある祭りについてご紹介させていただきたいと思います。はい、一つ目はですね、蔵王樹氷祭りです。うん、こちら山形県の山形市にある蔵王スキー場で12月下旬から3月上旬まで開催されるフェスティバルとなっております。見どころはですね、やっぱり名前の通り樹氷というものが見どころになっております。樹氷というものはですね、この氷雪に覆われた木々のことを言うんですけれども、その別名スノーモンスターとも言われており、すごいあの見どころとされております。でその樹氷がですね、このフェスティバルの時はですね、夜はこうアップライトされるんですよね。あ、すいません、ライトアップ申し訳ない、ライト申し訳ありません、こうライトアップされるんですよ。その昼間に行っても確かに本当に綺麗な氷雪、樹氷群を、こう見ることができるんですけれども、うん、こう夜に行ってこうライトアップされたっていうその表せ、樹氷を見るのもこう幻想的で人気とされております。はい、本当に僕実際その樹氷を間近で見たことっていうのはないんですけれども、うん、こう写真でこう調べて見てみたら、うん、なんて言うんでしょうね、やっぱ雲というか、うん、本当にこう幻想的な空間が広がっているように見えたのと、うん、あとライトアップされるっていうのもその一色じゃなくて結構いろんな色でライトアップされてて、色とりどりの、そうです、結構虹っぽいこう何層にも分かれてる、本当にこう樹氷なんですけれども、こう雪っていうよりも本当にこう芸術作品みたいな感覚がありました。はい、で、次にご紹介させていただきますのは、上杉雪灯籠祭りです。はい、こちらですね、江戸時代の名君とされてます、上杉鷹山が治めていた、米沢市の、上杉神社の境内と、松ヶ崎公園一帯が、会場となっております。はい、来年開催されるんですけども、はい、来年は、2月9日と10日に、開催予定とされております。はい、こちら雪灯籠というものはですね、説明させていただきますと、うん、雪灯籠というのはこう雪を固めて、うん、こう灯籠の形をするんですよね。灯籠、あの屋根がついてるあの神社とかに飾られてる灯籠の形を作って、うん、その中にこう穴を開けて灯芯って分かり、灯芯ってあのろうそくとかその燃えるもののこう軸となる籠の部分なんですけれども、うんうん、そちらを入れて点火するっていうのが、うん、雪灯籠とされております。うん、こうあとはですね、こう雪灯籠だけじゃなくて、まあ、キャンドルでしたり、うん、雪ぼんぼりって言いまして、こうまた同じようにこう雪を掘ってその中にろうそくを入れてこう照らすっていう雪ぼんぼりというものもあります。うん、こちら本当にやっぱり雪だけじゃなくてこう灯籠を入れることによって、うん、その火の明かりと雪のコントラストっていうんですかね、柔らかさが、柔らかさが本当にあるものになっております。うん、で毎年こう数とそれぞれの数は違うんですけれども、うん、
約、300機の雪灯籠と約 1000個の、雪ボンボン雪ぼんぼりが見られるそうです。こちらはですね、それらを見るっていうこともその醍醐味としてあるんですけれども、うん、そのこちらの作品、こちらの祭りがですね開催される、うん、ゆえんとされているのが、うん、その第二次世界大戦の、その戦争に徴兵された人たちがですね、うん、その故郷の、うん、ふるさとの白い雪に思いを残してこう亡くなったこう戦没者を弔うという意味もある祭りでして、そういったところを知るとこう地域の方々がどれほどこう大切になさってるかっていうのが分かるなと感じました。なるほど、はい、以上2作品なんですけれども、うん、僕がこの2作品じゃない、2つの祭りを、ご紹介させていただいたのはですね、うん、雪国の山形がこういった祭りが多いっていうのも一つあるんですけれども、うん、それ以上に僕が雪が好きだっていうところなんですよね。なるほど。僕やっぱり山形県に18年間、生まれてから高校までずっといたので、やっぱりその祭りじゃなくてもその雪が降ってくる中で、その、街灯に照らされてちょっと温かみがある感じとか、だからある意味雪を見るとすごい温かい気持ちになるっていうのが日常だったかもっていうのもあるかもね。本当に日常の中でその雪があったからこそ本当に温かく感じますね。なるほど。ぜひですね、こう改めて雪の魅力、雪の祭りの魅力を伝えられたと僕の中で思っておりますので、ぜひこれからの季節山形を見に来てくださったら嬉しいです。はい、以上、モッケダの山形のコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間に待ってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆様からのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、ということで、はい、今回の放送ですね、モッケダノのコーナーに戻っちゃうんだけどさ、そのさ、樹氷あるじゃん、はい、俺ちなみにだけど俺見たことあるんだよ、マジかで。あ、そうなんですか、うん、写真じゃなくて実際に、はい、僕その時は僕スノーボードやるんだけど、はいはいはい、でそのスノーボード行った時にその蔵王山に行って、でそのまあ夜のライトアップまではちょっと見れなかったんだけど、はいはい、その日泊まりで行ったんだよね、はい、で1日目すごい吹雪いちゃって、あ、もうほぼほぼ滑れなくて、しかもその雪山にあんまり行けない状態だったから、はい、うわーなんか来て最悪だなと思って、はい、寝て起きて朝もうすごい天気良くて、はい、でそのしかも雲も何一つない、時で、はい、そっから樹氷とかもう吹雪いてたからすごいそのこんもりになってたんだよね。初めさ、そう、あれ雪男がいるんじゃないかって、そうだから、さっき言ったスノーモンスターって言われる由来がね、すごい本当にね共感できるぐらいね、わかる。本当に大きいんですよね。雪の塊がね、はい、しかも木にあれ多分雪がついてるんですよ ね、うん、そうですね、確か、はい、でそれがさ何本も立ってるわけじゃん、うん、なんかその軍勢みたいにさ、はい、って雪男が襲ってくる、確かに、あでもすごいなこれはと思って、はい、あこれは関東というかもう俺見たことなかったからすごい衝撃的で感動しちゃって、そうそう滑るのをねちょっと一瞬でためらったよね、あこのままこれ見ててもいいかなって思っちゃった今回はあれですね、ライトアップをご紹介させていただいたんで、うん、だ多分、うんうん、雪ってやっぱ白い、まあ、白いからさ、はい、その光とかも反射しやすいじゃん、うん、そうですね、余計そのキラキラしてさ、うん、綺麗なんかなって思うからさ、まあぜひ綺麗です、うん、雪は綺麗だよね。いや俺はさ、その光志くんはさ日常からさ、うん、はい、そうですね、雪に親しんでますね。でさ、はい、俺のところってさ、その雪降ればすごいさ、その久々の雪だ、年に1回あるかないかぐらいだからさ、うん、もう大はしゃぎするわけよ。しかもそこまでこもらないっていうか、そう積もらないですもんね。そうそうそう、雪だからさ、うん、楽しく雪できるよね、逆にこっちは雪が来たかないしからさ雪だるま作って終わりみたいな感じだからさ、確かに、そうそうそう、だから、うん、暖かく、俺の場合はね暖かくなるっていうよりはなんかね、うん、ハイテンションになる人、へー雪だーみたいな、多分どうなんだろうね、それが違いなんだろうね。でもそれは
ある種スノボードをやってるからっていうのもそれはあるんだなと思うんですよ。確かにね、それはあるか。確かに雪は楽しむものみたいな感じになっちゃった。雪だけを見に行ったわ。雪だけを楽しみに。確かに、だからそれもいいかもしれないね。ちょっとカメラとかでね、そうですね。だからね、でもコウシ君もちゃんと生で見な。あ、そうですね。いつかね、はい、時間ができた時に帰った時でもいいからね。そうですね、見させていただきたいです。はい。いやいやいや、でね、そんなかしこまんなくていいけどさ、おすすめするんだったらさ、はい、やっぱ見てた方がいいじゃん、そういう声になってね、はい。ということで、まあそれでは。セカンドベース、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。